皆さんおはようございます。時刻は9時30分を回りました。ということでね、今週も、えー、嘘のような本当の輪ね、お時間がやってきました。はい、MC は私土井ヒデトと今週もまだまた、えー、東京からやってきていただきました。ドクタースイソボトルの北条正弘さん、おはようございます。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 ねえ皆さんチャーガン中いかがお過ごしでしょうか寒い寒い沖縄の冬という中ね、えー、どうしても健康にも気遣っていらっしゃる方も多いと思いますがこの、ね、FM 技能はねぜひぜひあー体の具合がな苦しんでいる人いるなねはい問い合わせてくださいメールアドレス読もうかなと思いましたけど電話で結構ですね検索すると電話番号出てきますからねそいつ何なん,なんねあのなんか説明会とか聞いてみたいけどとか何でも構いません。ねぜひぜひ FM 技能案までお電話問い合わせ よお願いいたしますはいというわけで早速ね貴重なお時間も素晴らしいゲストをお迎えしておりますので、えー、ご紹介したいと思いますはいえーこれは会社名からなのか株式会社マイマイシーサーのはい加藤かな子様お迎えしていますおはようございますおはようございますはよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますねえー、まあ今年もというご挨拶もねまだまだありますけれども 加藤さん僕はあのね主席クラブというね本当に素晴らしい方々がたくさん集まっていらっしゃるまあ経済団体とでもいいんでしょうかねなんていうんでしょうかね速決商談会あはいそうですね <laughs> はい <laughs> わーっと集まってもう一杯やらなくてお茶でもなんですけど私こんなのやってるんですあ僕こういうお店やってるんですよっていう方々が集まってるのでみんな行きっこしたりね飲んだり食べたりとかお母、えー、さんのところにもね遠くから那覇からなのか遠くからねあの元部の方まで。 行ったりとかっていうことでお仕事のちょっとお話もね改めて伺ってみたいと思うんですがはいえっとマイマイシーサー株式会社という名前でお仕事をさせていただいてますはい、えー、シーサー作り体験のお店になるんですけれども、えー、シーサーわかりますシーサーこの番組結構あのなんですかギノワンの方など沖縄県内の方多くのね小山も含めてなんですけど聞いていただいてるんですけどこれ全国的に実は すごいたくさんの人がアーカイブで人気番組なのでちょっとシーサーの意味もねはい、はいえー、シーサーは沖縄では守り神というふうに言われていてオスとメスがいるというふうに言われてます、えー、よく、えー、想像しやすいのが狛犬かなと思うんですけれども、うん、本土には狛犬がこう飾られてたりしますよね神社ね、えー、あの感じで、えー、沖縄には一家に一つ えー、だいたいこう屋根の上にいるか、えー、門のところにいるんですけれども置くんですけど、えー、口が開いてるオスと口が閉じてるメスを飾ることで幸せを守ったり、えー、災難から守ってくれるというふうに言われている守り神になってますはい狛犬とか鶴だったりとかいろいろありますよねシャッチホコも開いてるのと閉じるの、うん、アウの呼吸であとうんですよね、うん、はい、うん しいですまあ、あの、まあ、<何>シーサーはそんなにい、ね。しあの、私は自分の机の上に半身体ガスシーサーがいますけどねか。かわいい、ね。おめでとうございます,の話なす。あの、おじさんもね、全国通路いろいろと旅する中で、えー、いろんな出会いがあるんですけれども。ね、あの、この子さんはもう、んごめんなさい、僕間違えちゃうね。前株で行っちゃいました。さっきね、ごめんなさい、失礼しました。ええ、前々シーサー株式会社なんですけど。そもそも。ね、ごめんなさい。僕もバタバタで、ちょっと、あの、倫理法人会でのね。 お話もありましたと思うんですが、えー、私が加藤さんが、えー「マイマイシーサー」をしようとしたわけもうは訳10年前になります、はい、<laughs> 10年前に沖縄に移住してくることになってその時子供と子供3人いるんですけど3人の子供と私だけで移住をするシングルマザー移住として、えー、沖縄の、えー、上の方にある本部町っていう地域に移住したんです。 でそこでやっぱり子供三3人を育てていきながら仕事をするということが、えー、とてもやっぱり大変で、えー、雇われながらやるっていうのが本当に大変だったっていうきっかけで、えー、ご縁があって、えー、今はシーサー作り体験のお店を自分でやるっていうふうに切り替えさせていただいてますおいや某東京にお住まいの時に某某東京某某某某東京方面の埼玉県の時に、はい、あれですか。<laughs> 無視さででてくんだじゃなかったわけですねもともと起業するつもりもなかったですしそんなこう力とか人脈とかがあったわけではなくってただ単純に子供を育てていくために何がじゃあ自分だったらこの地域でできるだろうか。 っって考えたらやっぱり観光客なのであの移住してきたばっかりの時は観光客目線で沖縄を、うん、あの見,見ますので、うん、この地域にこういうのがあったら嬉しいなとか、えー、また沖縄にファンになって戻ってきてくれるかなっていう気持ちが、うんえー、芽生えていってそれをじゃあ仕事にしてやっていこうという風に切り替えたんです全くじゃあゼロからだったんですよ、ね。ゼロゼロ ゼロ。<laughs> ゼロで何もないっていう。五十万しかなかったですよ。貯金。始められる。ものなんですね。始められますね。やっぱお母は強しですね。ああ、そうですね。お子ごし。昨日ね、いい夜、沖縄の人たちと、あのカラオケやってたんですけどね。はい、あの歌詞の中にね。あの。仕事がなくても、魚が取れれば、生きていけるさって言って。うんうんうん。すごい歌詞だった <laughs> <か>ね<え>わかる気もするんですけどね。もう一応まああの東京ファーザーですからね。東京ファーザーで東京でであの物的な風景あるじゃないですか。首都高が走って、うん、ね大都会から元部長です本部とかいてね<え>やっぱりね。千代海水族館の近いところですよね。うん、はい、千代海から車だったら一二分のところにお店があるので、ね、もう立地はバッチリ。本当ですね。はい、オーシャンビューで景色もバッチリ。 そう二階からねぴゃーと見えてっていう感じで、うん、うちもちょっと子供を連れてて何回か誘ったんですけどもうちょっとねこと大きくなっちゃって <laughs> 昔だったらよかったのにシーサー作るときはなの素材はどんなもので作るんですか素材は当日作れるこの当日焼き上がる土をうちのお店扱っているのでちょっと特殊なんですよ 特殊な当日焼き上げられる土っていうのを使っていてで色塗り体験で使うシーサーは沖縄の陶器と言われる土を使ったり、うん、漆喰を使ったりあの漆喰はサンゴからできてるんですけど使ったりしている、うんえー、素材は結構まちまちですね34個素材があります。うん まあ、結構、やっぱり、ねまあ、コロナ期のこともあったかもわからないんですけどでも、まあたい話競合相手がいなかったわけじゃないですよね。めっちゃ<然>いましたよ。<え>はい、ただやっぱりあのお店の中でも人を大事にするお店とか人が一つの資産あのそのお店にとって大事沖縄にとってどういう人が沖縄で出会うか。 えー、観光客の方がどういうお店に出会うかが大事っていう視点で見てるお店は少なかったでですすねそれれを実現されてもう楽しいですよ今日もあのバイトさんがちょっとねあの、うん、パートさんだったりもう来れなくなって自分が入らなきゃいけなかったらごめんね<ー>っつってさっきおっしゃった会社名の「マイマイ」っていうのは「どういうい意味を込めてあるんですかうん、うん、マイマイ」は自分らしいシーサーが作れるあとは自分が笑顔になれる。 自分の周りの人を笑顔にできる。マイは自分のマイネームイズのマイなんですよ。はい。うん。よくあの沖縄でゆゆいとかうん、うん、あの重ね言葉があると思うんですけど、うん、それに倣ってマイマイにさせていただいて。うん、なるほど。はい。なるほどですね。ね、またちょっとお話いろいろ伺う前に一旦シーム入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社電話番号0335272211 はいそのような本当の輪ということでね皆さんお楽しみ頂、えー、い,いてるでしょうか嘘みたいなお話もちょっと聞きたいななんて思っておるんですけれどもパーソナリティードイレトと今日はね、えー、マイマイシーサー株式会社の加藤香菜子さんね代表取締役ということでお越しいただいてるんですが代表取締役ですよなんか今ちょっと声がかすれちゃいましたけど <laughs> <laughs> うねえ社長さんのご経験もなく今は立派にね愛されるやっぱり人を、ね、大切に。 されるというのは全ては人なのでどんなにいい商品でも、うんえー、そのもの自体がよくても人がよくなかったらそのものを買ったり広めたりすることはしないと思うんですね。なのでやっぱりその人どういうスタッフが働いてるとかどういう人がどういう思いで作ったとか、うん、っていうのは私はすごく大事だなと思っています。もう東京にいいられれてお仕事されたたもやっっぱりそううサービス業というか人に人を 大切にされるお仕事関係だった埼玉県にいた時は専業主婦だったので3人産んで3人が結局巣立つというかねまだ全然巣立ってないですけど3人産んでまた育休でまた産んでまた育,育休でみたいな形だったからもう仕事らしい仕事はそんなにちゃんとしたことがなくてあの何回かこう正社員で働いたことがあったとしてももうブランクが10年以上あったので。 あ町づくりかも町おこしの,あの、うん、岩槻市っていうところにいたんですけど人形のあそうそうそうひな、えー、人形の町ですよくご存知ですねそこでの町づくりの委員会にあの専業主婦ながら参加させていただいてたことがあってそこからその視点がつくようになったかなと思いますあ,あるなるほど小さづくりという、うん、カラーリングもねその楽しさもあるしねのその土地で 何かこう役立てられること私たちが役立つことができることはないかなという視点は町づくりの視点からだと思いますね自分が何ができるかじゃなくてな、えー、お弁当屋さんが例えば料理が好きだからお弁当屋さんをやってるわけではなくってその土地でお弁当が例えばないからとかお弁当でこういう時間帯にお弁当が買えるお店がないからあこれだったら役立てるんじゃないか。 ということで始めるのと一緒でしさ作り体験を通して沖縄を好きになってくれる方を増やすことができるんじゃないか私たちの力でっていう視点ですねあなるほどですね。うん 素晴,らしい素晴らしいですね。ねあの、ちょっと早くも特番級の話になってきましたので、<laughs> あの、いろいろとね、<laughs> 伺いたいこと、山ほどあるんですが、そんなまあ経営者として、母として、シングル、えー、マザーとして、えー、それから、まあ、本当にね、えー、人として、人を大切にする会社を経営されている中で、 あの水素との出会いというか、でこうこう急なようですけど、<laughs> やっぱりこう、そうなんですよ、<て>もうね、家事をやって、育児をやって、仕事をやってるので、本当に時間もないし、時間の使い方もやっぱり上手じゃないし、えー、健康管理なんてもっと上手じゃないし。 なのでなんとかこの疲れ取れないかな寝たら疲れが溜まってるんですよねなんか起きれないんですよ朝それがやっぱり一番のまあ、悩み事疲れが取れない起きれないな朝早く起きたかったんだけど起きれないっていうのが一番悩んでたところででそこでこの主政クラブで、えー、土井さんが入られて入会されてからこの水素のお話を聞いて っていう流れですかねあのお母さんも当ね、あのいろんな方々とのご縁の中でねなんか僕の印象ですけどバッタバタのパタパタでこう <laughs> 本当にその辺のタレントさん捕まえるより大変なスケジュールの中だったからでもそこからねちらちらっとお目にかかるとお話伺うとまず何かこう。 代謝もあってより何で汗かくようになったとっ、ね、そもそもあの20万ぐらいですよね、うん、今も販売価格同じです,がですか、はいうんで、この金額で、えー、こういうものがあるよって言われたときにきっと、ただこ知り合いじゃなかったり知り合う形が違かったらそこをちょっと使ってみたいってなんなかったと思うんですよ、うん、金額もねやっぱりあの、ね、安いものではないと思うので。うん でもあの、まあ、土井さんのお人柄がやっぱりこ,うこの酒精クラブの中ですごい誠実で、えー、一生懸命こう PR もするし一生懸命いろんなお店にも顔を出してるしというところで、えー、まず最初の段階じゃあとりあえずおそらくいいものなんだと思うんだ、えー、土井さんが素敵な方だしってことで行ってみたんですよ。 ここなんかカットした方が良くないですか。逆に,に、ねえ。ありがとうございます。本当なんか泣きそうになって,きて。はいえー、まあ同じね、シングルマザー、シングルファザーでっていうところもあるし。<laughs> あのよっぽど、たね、よっぽど怪しくなければ。<laughs> <laughs> ね、話聞いてみたいなっていうふうに思うかもしれないですけど。<laughs> やっぱ金額が金額だけに、<laughs> あの土井さんの人柄を知ってたからこそ。 あのちゃんとじゃ聞いてみたいなってことで水素カフェ行ったんでしたっけ私うでしたっけいらしていただいてあのキルギスのねお弓さんと、うん、そうですよねその時にあの、ね、よく説明会なんて言い方もあれですけどもあの水素の、まあ、こういうふう体にこういうことなんだよっていうお話と一緒に血流をね 見ていただいてっていう時にこのそのねぶっちゃけあんま良くなかったですもんねそう真緑だったの一 <お前 S 2> 人だけ <laughs> あの <laughs> フリーザみたいな <laughs> ピッコロみたいな <laughs> 老廃物広労物質がたくさん見えちゃったんですねびっくりしましたよねあんな、えー、ちゃんとその場で見せてもらうものだからなんかの資料とかじゃないじゃないですか自分のその指先の状態をその場で見れてしかもそれがもうドロッドロ <laughs> やばって思いましたね <laughs> <laughs> で、ね、おお、あれから、じゃあ、もう半年近くぐらいって思うと、あのー、またいつの日かね、本当の時間に許されるときに来ていただいて、だいぶ良くなってると思いますよね。でも、ね、そのね、うん、半年前にお会いしたときと印象が全く違うから、<laughs> さっきまでわかんなかったんですよ。<laughs> <俺>いや、疲れがね、本当にたまらなくなったんですよ。で。 まあ血液サラサラしてるっていうのもあるのかな、うん、なんか起きれるようになって、うん、今まで34時に起きるってことがもともと通常だったんですあのシングルマザー起業した時ね、はい、でやっぱりやることいっぱいあるし3時4時にに起きなないいと間に合わないんですよでもそれがここコロナ始まってきたあたりで緩んできたからか疲れが取れないからか起きれなかった、うんうん、でもこの水素ボトル使い始めて 起きれるようになったんですよ。すごくない？嘘みたいじゃない？ね、せーの、嘘。なに <laughs> これ。<laughs> ね、前のミスですけもう振りがまたなんか練習してきていただいたみたいないちょっといったシーン部分またねありましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。W O O East 株式会社。電話番号。 うそー のような本当のね、和ということでお話の時間でございますけども、はい私、土井秀トと、ねえー、東京から w o e スト株式会社の北条正宏さんをお迎えしてますが、今日はね、毎、え、毎、ー、シーサー株式会社のもうシーサー作りで、えー、笑顔と,、ねえー、と人の輪が広がっていけばなということで、観光客の皆さんのみならず、ね、体験、楽しみにしていただいていると思うんですけれども、まあ本当、ウソーンというようなあの体の変化をね、 感じででいいらっししゃるととうううことでそのどうしようこう朝起きやすくなるっていうのもこの水素ガスの、まあね、いろんな要因がありますけどね、うん、うちの元スタッフであの新潟出身の人で小学校の先生だった人間がいるんですよ。ところがやっぱりホルモンのバランスが狂ってきてしまって、うん、あの小学校の先生なのに昼まで布団から起き上がれないっていう「きつ性障害」っていうね。うんうん のになってしまってで、まあ担任やってたのに副担任に回って学校に昼から行くみたいなそんな生活がずっと続いてるんですって言ってきたから「水素吸えば?」って言って吸わしたんですよ。それ1週間後にまた電話がかかってきて「学校に朝7時に行けるようになりました」目がシャキッと開きます」って「起きれるんです」って言ってねあの言ってくれてで元気にそれから学校行けるようになって 教員のお仕事が普通にできるように戻ったんですけどだからまあいろんな体のこうバランスって狂ってきたりホルモンが出なくなったりまあ疲れがひどかったりいろいろ要因はあるんですけどやっぱりなんかすごくいいみたいですよ。うん、ねえ汗をかきやすくなったりとかそのまあ、代謝がよくなるんでって言ったら<う>睡眠が深くなるってうですかそうですね深くはなってますよね、うん、深くなるから深く寝られて。 その睡眠が浅いとねちょっとしたことで逆にこう何て言うかあのしっかり寝られなくなっちゃうとこうなんか寝たのに寝た気がしないってなるんですけど深く寝られるようになるとガンと寝られるから短時間でもものすごい回復しちゃうので、うん、そういう意味ではね起きれるようになったっていうのはある意味あのすぐ目が覚めちゃうっていうよりは深く寝れてるからこそ必要な時間にちゃんと目が覚めるようになったっていうことだと思います。 素晴らしい。あのー、こうね、ラジオをね、お聞きの皆さんが、まあちょっとまたね、謝罪をしなきゃいけないんですけども、このラジオなのでね、あのー、ゲストの、もう素晴らしい、えー、加藤かな子さんを見ていただけないんですけど、あと、写真で見ていただくしかないんですけども、こんだけ、ここ何ヶ月かで美しくなられたっていうのも、これは、前が美しくなかった、ね、いやいや、あの、それ以上にですよ。<laughs> あの、今まで。いや、ほんとにさっき言った通りで、<laughs> 僕ね、わからなかったんですよ。この前、お会いしたばっかりなのに。<laughs> そそ <laughs> そううれぐらい変わってますあの、まあ、言ってもやってますあの炭水化物ダイエットとか痩せたいと思われて。痩せたいからあの、まあ、太ってきてほら膝が痛くなるとか <laughs> あと運動したくないとかやっぱりわがままなんですよね40歳になって。で運動したくないからこそ水素吸って痩せれたら。 いいじゃんって思ってた、よこしな気持ちもありました。痩せちゃったっておーおー。素晴らしい。<laughs> ね、素晴らしい。この、なんか美容系って言ったらあれなんですけど、この、ちょっとご病気だったりする方のね、お困りごとが。多い番組だったりする中で、ちょっと、久々に美容系に行きたいぐらいな感じですよね。ねねねめっちゃ肌綺麗になったと思います、ね。本当に。 自分でもすごい思うし、うん、周りからめっちゃ言われますよ、この半年。汗かくようになったしだから運動嫌だから運動しないけどもうなんか人一倍汗かいてるしあと冷え性なので、えー、あの本当だったらいつもはもうあの足、めちゃくちゃ冷たいんですよ。でもそれを水素ちゃんと吸ってると冷たくないんですよねちょうどね今日、あの美容家の方とお話ししてたら。 そのくすみの原因は血流なんだそうです血流が良くなって流れてくると要するに老廃物があの皮膚の下に残ってないからくすみが取れてくるんですよねだからあの肌に透明感が出てくるということで水素ちょっと吸わせるだけで透明感出るんですよって言われて、うん、でもねやっぱねこれやめると戻るんですよ冷え性だったじゃないですかで吸ってる間大丈夫なのにここ3日間ぐらい充電 をするために一回持って帰ったら、忘れてきちゃって。車で吸ってるんですけど、いつもね。<laughs> ねそう、車で吸うのを、結局できないのが、今三日続いたら、やっぱ足冷たくなるんですよ。はい、さっき掴ましてもらいました。はい、<う>冷たかった。<laughs> 私もね、うっかりね、この前引っ越ししたんですけど、あの十月に、引っ越したんですけど。自分の荷物、どこにしまったか分かんなくなって。<laughs> 出てこなくなって、一週間ぐらい吸えなかったんですよ。あの出張出てる時、オッケーなんですけどね。 吸えない間体がどんどん重くなっていくんですよ分かりやすいですよねやめると分かりやすいそうですねちょっとなんかどっか携帯置いてきちゃったみたいなう寂しさというかかね体感出ないっていう人がいたらじゃあ試しに1週間やめてみてくださいって言うと「すいません私は嘘をついていました」って徐々にガーッとよくなっていく人がいるから自分の体はなんとなく楽になってるけど 突然こう1時間後に良くなってましたじゃなくて徐々に良くなってるからでしかもこう体が回復していくんでね昔の自分に戻ってるだけだから別に変わらないじゃんって思ってるんだけどやめてみると本来の自分がこう顔を出してくるみたいなところがあるので確かにこうね何によって変わったかって分かりづらいから一回ややめてみるとかかりやすいもあ水素だったんだって分かりやすい,いやまさにいいいい意味でね。うん よくね、言いますよね。だからあのー、金さんみたいにこう、なんですかね、まあまあまあ整ったご体調の方だったらですけど、もう本当にきつい方は、確かにね、急速度でわかりやすいと思うんですけど、はい、一回ね、やめてみるとってなると思、ね、そうですね。いやいや、ありがとうございます。あのまあね、他にもお話聞きたいところではあるんですが。うん、またゲスト来てもらいます。ねあのねなんかこう、えっ、ー、とー、うるましからこう、なんですか、移動の途中。 ここに寄れるタイミングでね、はい、私もちょっとインフォメーションをしていきますのでと思うんですけど、カナ、はいえー、さんその、ね、2月にもう沖縄キャンプシーズンということで全球団の、ね、方々が、ねえー、やってくる中、ね、野球キャンプでぜひ、ちょっあ他のお店とのシーサー作り体験とかシーサーの、あのー、お土産買いたい方にとって、えー、PR としては。 野球のボールを持たせたり、えー、グローブとか、えー、球団の名前をこう、ねうん、書いたりとかすることができるシーサーが唯一作れるお店になっているので、はい、ぜひぜひあのカープの帽子をかぶせたり阪神いい、ねはい、タイガース柄に塗ったりすることができるので近いでですすもんんねそうなんですキャンプの、ね、おふ<ー>びにやっぱりこう殺到するのでぜひぜひ、えー、お越しいただけると楽しい思い出が作れるかなと思います。 はいありがとうございます、毎、ね、毎、えー、シーサー株式会社の加藤かな子さん、ねえー、それから北条正彰さんとお伝えしたんですが、ぜひちょっとシーサー作り体験してみて、思い出を持って帰ってくださいねということで、すごいな、ボールドバットみたいなね、はい、シーサー作りということで、ね、また来週ね、えー、チャーガン中でお届けしたいと思います、そのような、本当のはまた来週、今日は、香菜子さん、ありがとうございました。ありがとうございます ありがとうございました。